アメリカ海軍の原子力空母ニミッツを中心とする第11空母打撃軍がきょう韓国のプサンに入港しました核開発を進める北朝鮮に抑止力を誇示する狙いできのうは公海上で韓国海軍と合同訓練をしました北朝鮮はきのうも短距離弾道ミサイルを発射するなど反発を強めています